掘り出し聞き出し気づかせラジオエトセトラエトラジエトラジオマミちゃん、はいね、エトラジオマミちゃんってどういうこと？何？エトラジ生放送中なんです。はい、ですね、今現実にマミちゃんにご説明します、はい、生放送始まってます、はい、いつもはピテラジさん向けに、うん、収録してます、うん、そして YouTube にも上げてます、うんね、ですが今実はツイキャスで生放送も入ってます。ツイキャスとは今三元放送、ツイキャスとは、うん、モイ株式会社かな、うん、モイちゃんいうとこ分かんないけどね、うん、モイちゃんいう会社の、うん、ツイッターと連動したキャス、動画も配信できるけど秋 PJ はラジオ放送しかしておりません。ある意味じゃあツイートキャストみたいな感じ、ツイキャスってそういうこと、そういうことなんやわ。さすが英会話講師マミコワールドさんが、助手というかアシスタントというか、じゃあ今これ番組パートナーとなるとさすが違いますな。ライブブロードキャスティング、ライブブロードキャスティングもされつつ、されつつラジオの収録番組もしつつ、うん、まあ、公開収録みたいなもんやね。公開収録ね、あ、そうみたいな感じね、うんうん、でなおかつこちらでは YouTube にいずれツイキャスからでも上げれますし、うん、ピテアジさんの音声からも上げれるんで、いろんな方法を今実験中、ね、実はもうだからツイキャスを2月の4日から始めて、今日で何日目か知りませんが、うん、なんか1日開けるんですけどね、1週間したら1日開けるみたいな感じで、毎日絶対確実にではないんですが、うん、エトラジもツイキャスに突入と、ね、いろんなことができるんです、はい、ね、今できてるはずです、今1分50秒経っております。わかります、はい、ということで、はい、2月の26日火曜日、今日は2月の26日ね、フェブラリー20th、内容は全く変わりません、はい、いつもの、エトラジ、そして、はい、ツイキャスの方には秋生と同じような雰囲気です、ね、公開収録だったからね、はい、ってことですからね、一人よがりの秋じゃなくて、マミコワールド先生、英会話講師マミコワールド先生が愛の手、愛づちも打ってくれる、そしてもしかしたらどっかで行くこと言ったら英語で通訳してくれるっていうやつです、ね、これ今完全にツイキャスの初めての人に向かって説明をしてます。わかります、はい、そういうことで桑田佳祐さんお誕生日、はい、おめでとう、はい、一人で PM せなくて大変なんです。はい、それからそれからというか、はいはい、桑田さん話なんかしときますか、せっかく桑田さん話、うん、紅白でユーミンとなんかチューしてたよとかねそうなんだ、あ、マミちゃん見てないんですか、チューは。紅白見たけど、あれチューしてたんだっけ、桑田さんが歌ってる時に、ほんまの大鳥の大鳥みたいなのが歌ってる時に、ユーミンと北島さんを呼び寄せて、うん、でユーミンはもう桑君言うてほっぺにチューしてたよ。はい、また録画で見てください。録画で見れるかっていう話、ね、はい、さあということで、誰かありますか、桑田君と歌子とあゆ子と、私原由子さんの友達よとか、メンバーの中の誰かと絡んでるよとか、ないかもしれない、お友達の誰かがもうマニアやったよとかないですか。全部今日はまだ、今日は桑田さんはスルーでいいですか。スルーでいいですね。わかりました、よかったです、よかったですって、何がよかったかって、この後大変なんでね、じゃあ桑田さんはこの辺で、そうです、今日お誕生日ということで、この辺にしておきましょうか。じゃあ桑田佳祐さんの誕生日、はい、おめでとう、ね、もうあちこちから歓声がね、うん、上がれるようにしてるんです。これ一人 PA いうやつです。マミさんいるけど、マミさんはマミコさんは喋るのみですから ね。たまにはわからんことあったら調べてくださいよ、はい、ね、さあということで続きまして、うん、こっちでいこうかな。じゃあ三浦でわかる、三浦智和さん世代は間に合わんかった、三浦智和さん、正解か不正解、この部分は今日お誕生日は三浦、何て言った今、智和さんではありませんっていうんです、うん、はい、改めまして、カズといえば、あ、三浦カズヨシさん、カズヨシさん、俺が言うとるかな、はい、正解、今日は三浦カズヨシさんお誕生日、はい、おめでとうね、もう大歓声ね、あっちからこっちからね、だから撮れてるかどうか知りませんよ。で改めまして、カズさん話、うん、なんか今なまった気がしますが、うん、大変なんですよ、手元があっちこっち動かす。で三浦カズさんなんですけど、うん、マリコさんと同級生ですか。いやどうですかね、わかんない、いいが間に合わんかったです、いいね、カズさんどうでしょう、カズさんまだ現役ですよ、現役だよね、うん、実家あれ
静岡じゃないの？静岡だって。え、どこなの？奥さんが、お母さんが、え、何々関西ご縁があるの？あれ、私お好み焼き屋さんやったって記憶してて。どこの誰が？実家違ったっけ？それはカズのお父さん、お母さん。あ、どっか辿っていくと。ああ、そういうことか。カズの、カズさんだって静岡の高校出てない？そう、基本はあっちの方の人やけど。でもそんなん言うたってね、結婚前はとかね、お母さんが実はここの人やったとかあり得るからね。ご両親まで辿っていったよ。祖父祖父母とか言ったら、そうか、おばあちゃんとかね。あ、そう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 、そうかもしれへんね。本家本元とか言うから、大阪というか関西かなって勝手に、なんとなくね。あ、そうなんや。なんカズさんと関西とのご縁を探してあげてください、まんちゃんとね。分かった方はキッチン、どっかにいましたよね、チーム、関西のチーム。ビッセル行ってはったよ。ビッセル神戸ね。そうね、ビッセル神戸行ってはったよ。あ、で、京都パープルサンガも行ってはったんちゃう？ね、そうね、うんうん。ほんで、どっかのチームがまだね、カズさんのためにずっと11番開けて、いつでも毎年オファーくれるいうチームがあるらしいで、この前なんかニュースかなんかでやってた。今、カズさんは、横山 FC かなんかやと思うんですけど、 J2 のチームやと思うんですけど、どっかのチームが、 J2 か J3 のチームが背番号11をちゃんと開けて毎年オファーするんやって。だからカズさんがもしね、横浜と契約切れたとしても、その人はカズさんがやりたいだけ、うちはいつでも面倒見るからって言ってくれてるんで。うわ、男気でしょ、すごい、うん、だやりたけやれよ、でカズやれやれよって言ってくれるっていう、ね。だからカズさんと今イチローが、イチローくんも今45歳でね、日本に今度東京で開幕しますから、それに向けては、まあ、工業的にも出るやろと言われてます、うんうん。はい、で今絶好調して盗塁もされてるみたいですからね。で今日は後々、あ、まあまあ後にしようかな、後々カズさんにはお誕生日プレゼント差し上げる予定、カズさんだけかよという話ですけどね。せやね、聞いてきて、なんでカズさんだけやねんっていう話で、ここどんだけ盛り上げて、もうこれで終わってもいいと思ってますからね。今日30分ここに費やしてもいいと今日思ってるわけ。カズさんと、じゃあ僕の、さっき桑田さん話するでしょ、カズさんと僕ね、何かあるんですよ。あるんですよ。東日本大震災があって、その後復興チャリティーでチャリティーゲームがあったんですよ。チャリティーゲームが神戸で、長いやから大阪、あ、大阪で、うん、あったんですね。長い公園というか、長い公園のあの長い競技場でね、うん、今やったら、ヤンマースタジオ長いか分からないです、要するに、うん、あの長いですよ、うん。で、前乗りでカズさん来てはったの、大阪でね、うん、J リーグのいわゆる主力チームと、うん、その他の、うん、まあ、その他言うと怒られるけど、その他の方のね、うん、あのいわゆる 全日本っていうか、日本で野球で言ったら全日本オールジャパンみたいな、うん、そのチーム侍ジャパンとかいうね、野球やったらね、うん、あれサッカーなんていうんやろ、サムライブルー、あれなんていうんやろうね。ほんまやね。サッカーはなんていうんやろ、オールジャパン、オールなんていうんやろうね、うん。野球はサムライジャパンって言うんですよ。で、女子のサッカーはなでしこジャパンでしょ。なでしこジャパンやね。で、フェアリージャパンがどっかの、どっかに女子新体操があったり ね。で、あれサッカーなんていうんやろ、わからないんで、わかったかダッキー、ビジアップのパーティアフードとシオードとジープ。で、その、そうじゃない方ね、代表チームと、その他、オールキャストみたいな感じのチームの、オールキャストの方のチームやったと思うんですけど、うんうん、まあ、前乗りして来られて、うん、泊まってあるホテル言うていいのか分かりませんが、うん、まあ、もう当時泊まってはったホテルはね、うん、リッツカルトンなんですよ、まあ、ピンかもしれないですけど、ね、でリッツに泊まってはったんですね、うん、多分っていうか必ず確実に、はい。で僕たまたままたセミナー講師の現役やった頃、たまたまセミナー講師の現役やった頃、うん、あれセミナー講師の現役やった頃、はい、ね、セミナー講師元気やった頃ね、うん、飯講座やと思うんですけど、あくまでコラボなんですけどね、うん、スイートルームを使ってね、うん、リッツの、はい、コラボセミナーやってたんですよ。ただ、主催者じゃなくて呼ばれた方の先生ね。ああそういうことね、うん、ほんで主催者の方と前乗りで、前乗り言ったらその、あの全泊したみたいな、じゃ当日の生徒さん、うん、受講生が来るよりも早入るやん、うん、準備せなあかんから、うん、僕プロジェクターも持って行ってましたしね、うん、で準備するから言って早めに行った、そのおかげで、うん、それこそあの早起きは三文得じゃないですか、早く行ったおかげで、うん、エレベーターの中で、はい、エレベーターの中でですよ、はい、あの人にばったり、ばったり、ばったり、はい、ばったり、はい、誰でしょう、もうカズ、カズでもね、カズさんとばったりおってね、ばったりで、うん、主催者のことは結構緊張しはって、うん、目の前だって、だってさ、カズさんとカズさんの友達と僕と主催者だけやねん、もエレベーターの個室で、どっちがとさっき乗ってたとか覚えてます？一緒、あ、一緒の階、うん、言い方変えると
1回で6時1回か1回って1回から乗ってカズさんとお友達は多分レストランに行きはって、うんうん、さっき降りはったから、うん、で俺らはスイートルームまでその借りてるセミナールームまで上がったから、うんうん、俺らのがさ残っててエレベーターにね、うん、ここでものすごい盛り上げるよでそれでなんか緊張しはったから、うん、俺アッキー BJ あのその時は今ほどアッキーも、積極的ではなかったんですがそれでも大丈夫やって確信を持ってですね、うん、あのそれこそ PL 学園が打席立つ前にあのお守りを胸にお守り握りしめるような感じでねアッキーもこうギュッと握りしめるですね大丈夫やと思ってねこれ笑ってね、うん、カズさんにね握手してくださいって頼んだらねシュッて握手してくれてそんだら主催者の人も、うん、あのアッキーに PJ がな、うん、あの してもらったらって言ったらカズさんシュッて出してくれてほんでしてもらった瞬間にチーンですよあらーついたわけついたわけそうかそうか、ね、レストランまでとか短かったねそうそうそうほんで ありがとうございますそっから今度エレベーターのあれも終わりですか終わってそこからあ終わりじゃないよあのそこから、うん、自分ら そのスイートルーム そのセミナールーム行くまでの間が、うんうん、もうなんかどういったの緊張が解きふけたし、ね、もう最高の気分あほんでなんで来てたやろってなってああもうすぐ復興チャリティの東日本のその新興復興チャリティがあるから来てはったんやわってですね あの前乗りでね、うん、ほんでもう2日後、うん、ここからすごいんですよ、うん、アッキーさんと握手したカズさん、はい、そのオールジャパンじゃない方で唯一ゴール取った人、うん、カズさんだけなんですよ、であのカズさんのゴールを生み出したのはアッキー PJ と握手をしたからそのエネルギーなのかっていう話ですよほんでまだゴールその前ね要するに2日前当日ねセミナーの方の当日では枕は今のエレベーターのカズさんと歌うとで受講生の皆さんに開運でしょう、ねうんね、で僕と今から握手しますカズさんと関節握手ですよって枕を握手してあ、ね、確かにねそうでしょこんなカズさんにね誕生日プレゼントあげたいじゃん、はい、あげたいんですよあげたい、ねね、後ほどカズさんねお誕生日プレゼント差し上げると、はい、僕は思ってます、はいカズさんに届くか届かないかはあなた次第、うんリスナーのあなたが届けてくれたらカズさんに届くでしょう、うんでそのちょっと待ってね、うん、で、うん、あれちょっと手間取っております、はいなぜ今日2限中継ですかさあ続きまして、はい、あのスーッと流れますねクリスタルケイさんお誕生日クリスタルケイさんハッピーバースデーあれあごめんねはいハッピーバースデ ー、ね、でクリスタルケイちゃんは実はマミちゃんも僕も見てるんですよあ覚えてるかなクリスタルゲイという名前はあマリちゃん見てないのあじゃあアキピチのゲイクリスタルゲイという名前のダジャレの地下街が大阪にあるんですよ ね、 そうなんですねクリスタ長堀というところがあって正解、はい、そこのねなんていうんですか、うん、イメージガールみたいなのしてあってもうクリスタ長堀行ったら、うん、クリスタルゲイちゃんのポスターいっぱい貼ってあるからね貼ってあるよね、うん、あの春夏秋冬それこそセールの時期になればバン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 ねいろんなバージョンでね、うん、でゲイちゃんはクリスタルゲイちゃんはたまたまそのクリスタ長堀の地下街で一回ライブしはった、うん、ミニライブだから通路を開けて、うん、観客は要するにステージと通路と、うん、でもう一個観客って言ってあの地下街を3分割して不思議なステージをされたんですよ、はい、で上智大学卒業ね、まあ、まあ1986年2月26日までクリスタ記者の誕生日、ねはい、ということでおめでとうございますハッピーブルーデー、はいうーんね、で今ケイちゃんとカズさんと、まあ、ちょっとこ う、うんうん、こう切磋琢磨してるわけ要するにあの何をって抽選会がね抽選会が、はい、で、あと庄司くん庄司くんは相方なんていう庄司くん庄司くんって相方庄司くんって誰ですか漫才コンビあれ庄司の相方って誰漫才コンビの名前は庄司だから名前がなんとか庄司ああ相方さんなんて言ったっけえ調べてえちょっと待ってください庄司さんの相方庄司さんの相方って調べたらいいんですかでもう漫才庄司ってしたら相方出てくるとあれ庄司くんだから漫才コンビの名前やあそうだなんとか庄司なんとか庄司なんとか庄司が出てこないえ嘘やんな庄司っていうのは庄司ですよ庄司庄屋さんの庄にあ庄屋さんの庄に、うん、まあ庄司司会主司会者の司いやもう庄司で出るよそれ開かないでもいいっすよおそれ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 相方だけ出してもらったら
でも庄司智春さんウィキペディア出てるでしょ、コロコロ、はい、それ見てもらったら、もう相方さんの名前が品川、あ、そうそう、だから品川庄司です。名前は品川庄司君、うん、ね、で品川君は関西か、漫才のコンビ名が、そうそう、品川庄司の、うん、庄司君の、うん、有名な叫び声といえば、安藤さんと一緒、あのフィギュアの安藤さんと一緒、ミキティ、ミキティ正解。今日は藤本美貴さんお誕生日おめでとう。出すためにどんだけ頑張ったかね、マミちゃん。ミキティ頑張ったでしょ。ミキティ出すのにもう庄司君分かってたから、うん、別に品川君出さんでよかった。ね、これがまあいうやつですね。品川庄司の庄司君の奥様といえば藤本美貴さん、今日はお誕生日。美貴さんのお誕生日ってことね。会ったことない。会ったことない。ないでしょ。ない、ないよね。ないですね。だ 今のところカズさんは会ったことあるね。ね、うん、クリスタルキーさんはあるね、うん。で、今日は大塚家具の社長といえば、うん、まあ何分、もう10分やね、急がないと。大塚家具の社長って言えば、まあどっちか、あれ。あ、今の社長かな。あ、わかんない。どうだっけ。じゃあ、あの、娘さん。娘さんの方か、うん、娘さんのお名前わかる？わからない。大塚家具の娘さん。久美子さんお誕生日。はい、おめでとう。今の大塚家具は大塚。あ、家具か。だと思います。ITC かなんか書いてある。なんかね、あ、そうね、そうね、うん。あの、大阪は本町あたりにあるでしょ、うんうんうん。まだ、まだあったと思うよ。うん。うん、いいですか。じゃあ、すくすくと進めます。もうお亡くなりになってますが、まもなく大阪万博ですよね。はい、ね、大阪万博で。で、1970年の大阪万博といえば、うんうん、あの、象徴されるあの建物とは何でしょう。あ、太陽の塔。太陽の塔、正解、うん。太陽の塔を作った人は誰でしょう。岡本太郎さん。正解。今日は岡本太郎さんのお誕生日。はい、おめでとう。で、今日は、公式球技以上です。あ、だってね、226言ったら226事件やねん。何何226事件で社会科で習ったか習ってないか覚えてるか覚えてるか、いやね、ね、それに勝るものないし、うん、今日特にあのそこにいじりたくなかったんで、うんうん、何せカズさんの誕生日、桑田ケイさん、ケイさんの誕生日やで、今日な。で、ケイちゃん、クリスさん、ケイちゃんも誕生日やで。ね、そうなった時に。ミュージシャン、ミュージシャンって言って。うん、最近ね、秋生という番組の方ではですね、はい、開運キーワードもうこの誕生日分かってるわけですよ。はいはい、うん、あの、聞き出さなくても、ゲストさんから聞き出さなくても、うん、もうすでに、公表されてるタレントメーカーにも出てるお誕生日っていうのがありまして、はい、その中から今日、よりすぐり、まあ、もしくは、アッキーがあげたい人、自分がピックアップして、うん、もしくはご縁のあった人、ね、うん、お会いした方、舞台見た人、ね、あのライブ見たことがある人から、まあ、ご縁がある方からピックアップして、なるべく、あの、優先権をあげて、お一人様じゃなくて、一放送一回限りっていう、うん、一個限りっていう原則で、うん、開運キーワード差し上げてまんねん。なので今日はマミちゃんもそれに協力していただきたい。わかりました。ここでこそあのそろそろ英語 の英会話の発祥の見せ所ちゃいます、うん、ねえ、でね、はい、生放送やってるよね。あ、やってるやってる、はい、どうなんだろう。で、いいですかマミちゃん。はい、どうぞ。こちらね、ツイキャスさんのみですけども、うん、画面の切り替えができます。はい、ツイキャスさんはですね、画面が切り替えれるんです。いいですか、はい、いきます、うん、あ、誰にあげるか言ってないよね。誰にあげる。結局カズさんとクリスタルケイさんに置いてるけど、今日は厳選な抽選の結果、カズさんにお誕生日プレゼント開運キーワード差し上げようと、はい、アッキー PG が独断と偏見で思っております、うんうん、まあ、じゃあご協力ください。いいですか、はい、それでは参ります。三浦和義さん、に差し上げる開運キーワード、あ、忘れてました、うん、秋 BJ さんですね、あの元海運講談師、はい、あ、元じゃない、ね、現役海運講談師、セミナー講師、全国デミナー講師セミナー講師をやっておりましたもんですから、ゲストさん、もしくはこのカズさんのお誕生日、まあ、存じ上げてます。そこから参照して海運キーワードっていうのを全国デミナーから参照して差し上げております、うんうんうん、ね、それを踏まえた上で、はい、開運キーワード、三浦和さんに、和代さんに差し上げる開運キーワードは、うん、こちら。ちょっと難しいよ。今日は漢字4文字。漢字4文字。はい。いきます。今、ツイキャスには画面で表示がされているはずです。はい。豪気化だ。ね、なんかいかにもあの開運キーワードっぽいでしょ。今日はね、豪気花壇言うんです。これね、普通にないでしょ。僕もなかったです。あ、なかったりでおかしいな、まだ あるんですけど、ね、あの開運帝王学学ぶまでは知らなかったことです。ただね、豪気花壇ね、普通に豪気花壇ってやったらね、はい、一緒で出てくんねん。あの、検索出るよ。豪気花壇、豪気花壇ってひらがなに変換したらこの字で一発で出てくる、うん、じゃあこの字っていうのはラジオで聞いてるピデラさん、そうで、ね、YouTube はこれ見えてるかもしれない、うんうん、方によって説明します。豪気の豪は、ジャイアンの豪田武の豪。
草薙剛君の剛、まあ、強いっていう意味やね、うん、強いからね、そう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 、堂本剛君の剛、剛力さんは剛力彩芽さんの剛、剛やね、剛気かたって打つ前にちょっと剛って打ち出したら剛力彩芽さんのね字はね出てくんね、あ携帯とかパソコンは賢いからね、そう、剛力彩芽さんの剛で、剛気かたの気は、これも強いって意味やね、この木はね、強いというのは、そう、正解、犬飼剛さんの剛、ね、正解です。なんか俳優さんでこの剛さんを使っている人に働いてる、いてはる、あ、いてはる、いてはる、うん、いてはる、いてはる、目がギュッとギュッとしてるね、剛、うんね、さん。ちなみに犬飼剛さんは安藤サクラさんの曽祖父ね、バップのさくらちゃん、福子さんの曽祖父ね、犬飼剛さん、うん、あの犬飼剛の剛が剛気の木、ご理解いただきますね。そして花壇、果実の花、花壇、野菜、果実の果物の花、果物の花ね、花ね、果実の花、果実の花、はい、そして断は、断は、断言する、断定するの断、断つっていう字ね、断つ、断るってこと、ね、あ、断るの断ね、断、断言するっていう意味なんですけどね、うん、はい、そういうことで、まず単純に国語辞典で辞書で引いてみたんですけど、うん、今日は国語辞典で引いた意味と、うん、単純に帝王の典明学的な独特な言い回しの説明がほぼ一緒やってる、ほぼ一緒やったんで、まず国語辞典の意味をせっかく知ってるから聞いて、剛気かだんとは、意志が、意志が、気持ちってことね、意志がしっかりとしていて、思い切ってことを行うこと、決断力の飛んでいることを言います、はいはいはい、で剛気って、剛気かだんの剛気は気性、意志が強く物事にくじけないことを表し、かだんは思い切って行動を起こすことを意味しています。かだんってそうなんだ、思い切って行動、思い切って行動するってことね、これ言うときの上総に差し上げる会話の気分ですね、うんうん、で似た意味の言葉に勇猛果敢があります、勇猛果敢があります、はい、ね、勇ましい、たけだけなし、本郷たけしのたしで、果敢は果実の果に勘、この缶は何だ、床の缶が分からん、はい、ほんで、改めてね、はい、カズさんに差し上げる開運キーワードって言ってるけど、うん、カズさんだから52歳かな、うん、今日でいくつなの、これ昭和42年の52歳、52歳になったお兄さんが現役プレイヤーをね、うん、もうまさに強い意志でやり遂げてはるわけです、もちろん周りの協力もいるよ、ね、オファーしてくれなあかんわけです、契約のことがいるわけ、でもさ、すごくない、わもうズバ抜けてだって、そうよ、ね、あれあのギネスでしょ、現役プレイヤーとしてね、で改めて本当のこう、ほぼ当たりやり、辞書通りなんやけどね、意志がしっかりしで信念を貫き優れた決断力を持っていると、キラリ開運ですよ、シャイニーフォーチューンなんですよ、ゴキカダン、だからあのカズさんは強い意志を持って秋と握手してくれたと思うんでね、そうね、確かにギュッて逃げてくれはったから、ギュッて、ね、ほんでゴールです、あ、ゴールってゴールを決めたわけですよ、当時のカズさんね、で現在に至る、まだ現役やで、現在に至る、ね、ホッキーだってね、あの三田寛子もそうやけど、中学2年の時に好きやった、ピーピーピー、ピーもどっか行ってもたけど、ね、現役でまだね、やってはるでしょ、で、あの、こっそり言うときますけど、三田寛子さんと白石麻衣ちゃんが僕は似てると思ってる、あ、正解してほしいね、似てると思ってます、あの雰囲気ね、はい、信じられなかったじゃなくて、秋の個人の感想です、ね、はい、で改めてカズさんね、カズさんね、剛気かだっていう言葉をあげたい、あげたいけど、あの間接に伝わるかどうか分かんない、分かんないけど、可能性を1でも10でも残そう思ったらこうやって放送すること、本当、まあ、ちょっと調べて、やっぱりカズさんのところお好み焼き屋さんというかもんじゃ焼き屋さん、うん、やったんですけど、まあやっぱりすごい、もう高校ぐらい、中学ぐらいから確かブラジル行ってた、カズさん自体がね、カズさん自体がね、うん、もう結構やっぱり家ね、その、うん、そんなにも裕福ではなかったから、もう、はい、自分で行くっていうね、決めて豪気化断したんですね、豪気化断して石を持って、うん、そのね、まだ小さい時、その裕福でもないのに一人一人ではなくて、あ、そうだ、もう行くって決めてね、自分で行って、一人でね、武者修行ですよね、うんうん、多分言葉もね、まあもちろんブラジルからわからないけれども、うん、それで行くって決めて、うん、その石を貫いて、そしてプロにまで、そうやね、でそして52歳まで現役で続行中、ね、ね、だやめる時も自分で豪気化断すると思うよ、あ、そういうこと ね、 とね、何か自分で、ね、もういいって思いはるかもしれないね、ちなみにやけどね、これあのインスタ情報なんですけどね、設楽梨紗子さん、要するに三浦梨紗子さん、ご存知でしょ、うん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 、あの方が息子さんから絵はがきのように、うん、今息子ちゃんが大学4年生でちょっと卒業旅行友達行ってねんで、その写真送ってきて、
設楽作さんがコラージュ多分してると思うんで、ちょっと言い方してはってんけど、うん、横顔とか後ろ姿がもうカズさんそっくりで、もういわゆるそのコメント欄とかね、もう DNA すごいとかすごい、また 見たらいいと思います。まんちゃんもね、あのインスタで三浦梨紗子さんで検索したら必ず出てくると思うから、もうそっくりやで、カズさんに息子さん、うん、大学生もう卒業する4年生やと思いますけど、うん、びっくりした。なんかね、うん、まあ、私はあの直接ではないんだけれども、その奥様ね、設楽梨紗子さんの、うん、お姉様、梨紗子さんのお姉ちゃんと、お姉様が私のお友達と、うん、こう知り合いで、まあ、やっぱり今日はカズさんやったね。ああそう、梨紗子さん、まあまあ、うん、お姉さんは、まあ、今、うん、まあ、現役か、まあ、現役ではないと思うんですけど、CA さん、うん、CA さんですか、あのフライ、ああ当時ね、そうそう、はい、フライトアテンダントさんやってはって、梨紗子さんはあれやからね、モデルやから、モデルだからね、うんうん、でそのポスター見てカズさん気に入ったんでしょ、うん、でこの人に って言ってこの人に連絡取りたいとか返したかどうか、ね、で P じゃなくて P にするけど、多分それはもう有名なエピソードやからね、梨紗子さんとのエピソードがあると思うんで、はい、よかったです、ね、残りもう4分ほどで、じゃあ後期かな、そうですね、まあ、英語で言うと、まあ、うん、Having a strong will and then decide、 なんか分からん、え、何や、なんか長かったで、もう一回言ってもらって、もう一回言えんの、まみちゃん、え、 Having a strong will、 Having a strong will、 strong、 strong、 あ、強いね、 strong will、 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 持ちなさいってことですね、あー、エトラジっぽくなってきました、で、決断ね、decision、 うん、decision、 decision、 decision、 decide、 decide、 decision、 はい、で、まとめて言うと、Having a strong will andAlso, なんだろう、quick decision。decision。まあ、strong、まあ、強い、まあ、決意でもいいです、ね。あの、秋生ではこれできないんです。英語に訳すことできない。かっこよく言うことができないんでね。豪気果断です。豪気果断。すごいでしょ。初めてでしょ、こんな字、ね。初めて聞きましたね。うん、この字を見たらもう、カズさんに伝えたいし、誰か伝えて、カズさんに。お願い。欲しいね、豪気果断。なんですよ。ね。さあ、ということで、桑田さん、カズさん、クリスタルケイさん、藤本美希ちゃん、ね、大阪学の久美子さん、岡本太郎さん、などなどがお誕生日の2月26日、生放送と、岡本太郎さん。収録と、そうなんですよ、太陽の塔ね。ねえ、太陽の塔、今、なんか中、まあ、入れる入れる。しくってね、うん、まあ、なんか抽選とか予約というかも、うん、あ、そうみたいね。お待ちみたいですけれども、うん、ぜひね、そちらも、ぜひね、そちらも。行ける方は、チャンスを、あの、狙ってください、ね。その行くかどうかの判断も、合気加担かもしれません。決めて。もう行くねん、強い意志を持って。そうそうそう。なんてことで突破はすることなんですよ、決断して強い意志を持って、そうなんです、ね、やり遂げるっていう気持ちが大事です、ね、熱いね、頑張って、ね、やり遂げてください、はい、こっちもこっちもそんな時間かな、うん、残り1分、はい、2分切ってます、はい、これはこれで何言ってるかって言ったらタイマーとこれは照合してください、こっちはもうあのツイキャスの方は、ね、自動で30分だったら、あ、ね、あのお開きになります、かりました、はい、お開きの前の挨拶は See you next time、あ、はい、ね、またエトラジに関しては掘り出し聞き出し気づかせラジオエトラジ、エトストララジオエトラジに関しては毎週火曜日生放送しております、はい、ね、生放送になってるけどねさあ、ということで、静岡は静岡みたいやね、あ、そうなんですね、はい、2月26日火曜日現在12時回っております、うん、ね、お昼回ってます、ね、さあ何かありましたら、まみこ先生の、一言、一言ございましたら、残り1分です。大丈夫です。そうね、2月、やっぱり、まあ、早かったね。まあ、日本、あの、2夜から逃げるとか、本当早い。行く逃げる猿の行く逃げる ね、 ね、そうそうそ う、 そう、な感じ。あと2日ですもんね。あと2日なれば28日しかないので、ね、早いですけど。先日24日、天皇、え、即位30周年記念式典がございました。まあまあね、国立劇場にて。ね、そうね、ありましたねっていうのがあって、まあ、いろんなところで大々的にいろんな式典があって、それに伴いいろんなイベントもあったようです、うん、はい、特典というかね、やっぱり国を挙げてのお祝いというか、そうやね、30周年かね、30年っていうかな、30年だから年、まあ、今平成31にそういうことかと思って、ね、あの来年の国の誕生日は2月23日だろうっていうことですよ、皇太子さんが2月23日生まれ、ね、あ、そうか、そうなんです、だから12月23日は平成の日の祝日になるんだろうかって、この秋生では僕は言ってますでね、はい、うん、ね、なればいいなっていう、という感じ、はい、さあ、ということで、改めまして掘り出し聞き出し気づかせラジオエトラジは、生放送生配信でお届け中、はい、あ、ちなみに時間あるかな、合気
方なり、開運キーワード欲しい方は、はい、秋 BJ 宛て、生年月日を送っていただけましたら差し上げております。アットヤフー .co.jp まで、よかったら生年月日を、はい、はい、添えて、定価は1万円、エトラジ聞いていただいたら5000円で、はい、エトセンターの振り込みに、振り込み先をお知らせします、ご確認の上、入金ご確認の上、メッセージに折り返し説明文とともに折り返し差し上げると思っております。それではまるちゃん、ありがとうございます。 Thank you, BJ. See you.